アイリーンの肖像ギブソンガールはイラストレーターであるチャールズ・ダナ・ギブソンがペンとインクを使って制作したエイリ物語に描かれているアメリカ合衆国の理想の女性の具現像である。ハイネックのたっぷりした袖のシャツブラウスにロングスカートを着た肩幅が広くウエストの細いシルエットが特徴である。ギブソンはこのような絵を19世紀末から20世紀初頭にかけ15年余りに 渡って描き続けた。キブソンガールは、長身で、ほっそりとしているが、スワンビルコルセットを着用した結果としてできる、側面から見ると S 字型のカーブラインとなっている、豊かな胸、腰、ヒップを持っていた。彼女は、単正な顔立ちで、切ないほどに美しかった。その形視は、19世紀末期と20世紀初頭に、西洋が没頭した、彫像のような優美さ、 若々しい僧帽、儚い美を苦言していた。その首筋は細く、髪は頭の上に高く巻き上がって、当時のブッファインやポンパドゥール、あるいはシニオンの髪型ファッション、すなわち流れる巻き毛の滝ともなっていた。全画城の虜の差し、チャールズ・ギブソンがスータのモデルが、ギブソンガールスタイルの挿絵のためにポーズをとった。その中には、ギブソンの妻である。 アイリーン・ドングホーンや、作家のアナイスニンも含まれていた。アイリーンがオリジナルのモデルと考えられる。最も著名なギブソンガールはおそらく、デンマーク系アメリカ人の舞台女優であった、カミーユ・クリフォードだった。カミーユの塔のような髪型、優雅なガウンに包まれ、コルセットが形成する、くびれた腰を持つ砂時計の姿形がこのスタイルの代表だった。 ギブソンガールを描いたイラストレーターは、アメリカの美女を称える作品が、ギブソン自身の絵に類似するハワード・チャンドラー・クリスティと、ワンダー・ウーマンのコミックを元にした作品で著名な、ハリー・ジー・ピーターがいる。ギブソンガールは、美しさ、中央を得た自立、個人的な重足、アメリカの国家的維信の具象像だった。彼女は大学に通い、素晴らしい旧友を持つ娘として描かれたが、 婦人参政権運動のデモ行進の一員として描かれることはなかった。第一次世界大戦の勃発とともにファッションの変遷によってギブソンガールはその人気を失った。第一次世界大戦期間の女性たちはギブソンガールが好んだ優美なドレスやバッスルガウン、シャツドレス、そして段をつけた短いスカートよりも落ち着いて男性風な衣服を好んだ。 このような戦時の禁煙な衣服は、ここシャネルが最初にデザインし普及させたものである。PC-778 ギブソンガール第二次世界大戦時の飛行機が搭載していたオーストラリア空軍の救南無戦機 PC-778 は、筐体中央部がくびれていたため、ギブソンガールと呼ばれた。かつては、海上自衛隊でも、小海機の漂流キットの中に含まれており、 登場員からは、ギブソンズガールと呼ばれていた。ありがとうございます。